要な条件ですか、当日か。やっぱりチャンピオンになりたいっていうその気持ちもそうですけど、まあ運もありますよね。うん。これはちょっとクオリティ低いな。これはまずい。いや本当に運だと思いますよ。でも、うん。3試合ですし。これはでも本当にあると思います。でも俺ついてますよ。ついてますと思います。というのも、僕優勝した時以来の土曜日のマックスじゃないですか。土曜日のマックス、曜日、土曜のマックスじゃないですか。土曜のうなぎみたいな、土曜の牛の日みたいな感じになってますけど、土曜のマックスじゃないですか多分。わかん、多分だと思うんですけど、僕多分今のところマックス多分全部出てるんで、土曜日は僕が優勝した時以来のマックスだと思うんですよ。で7時の放送も僕が優勝した時以来だと思うんですよね。これ時間とか曜日とか結構大事なの。いや、というかなんか、まあ、なんか土曜日の夜7時からマックスを放送されるっていうのは僕優勝した時以来と思うとなんかすごい嬉しくないですか。あ、そうでもないですか。あんま響かないです。いや、なんかすごいそんな感じがするんですよ。でもう一つあるんですけど、2008年の12月に僕タイ行ったんですよ。その時にミサンガをこうつけて、で、まあ、ずっと練習したんですけど、だから1年4ヶ月ぐらいそれが経ったんですけど、で、まあ、その時に願いかけたのがもう一回チャンピオンと、もう一回チャンピオンと世界チャンピオンになるっていうのを願いかけてミサンガやったんですよ。それが見てください、これちょうど切れそうなんです。このタイミングであと1本なんです。これブワーって切れたんですよ。で先々週まで6本あったんですよ。で今ラスト1本なんです。これどうですか、これ。本当ですか、それ天然です。僕何にも手加えてないです、これ。おで、まあ、このまま蹴ってるんでいつも。あ、でも本当切れそうです、これ。ほら、これこれ来てますね。これ来てます。で僕今まで、これ、ミサンガで2回切れてことがあって、自分でその時は自分であったんですけど、自分で切れたことが2回あって、2回と僕かなったんですよ、願い。これすごいですよね。でこれ今切れそうなんですよ。前回のベルト前の時、そうなんです。一番最初に作った時はアマチュアの時に作って、でプロデビューする前2003年の時に作って、でプロ5戦5勝しようと、それを願いかけて、これ切れたらプロ5戦5勝しようと思って、でそのプロの試合こう積み重ねていくうちに途中で切れて、で5戦目でちゃんと勝って5戦5勝かなったんですよ。まあ、5戦5勝っつったんで6戦目で負けちゃったんですけど、うん、まあそういうこともあるんですけど、最初の設定大事ですね。もうなんなら10戦10勝にすればよかったと思ったんですけど、設定ミスなんですけど。でその次がマックス出場だったんですよ。で出場したら、まあ、優勝しちゃったんですけど、聞いてると本当後継ぎじゃなくて本当に信じてやってるんですね。まあそうなんですよ。僕は本当に非科学的なことは信じないんですけど、まあ、自分に得なものはガンガン信じるんですよね。まあ、そういうだからポジティブなんですよ。そうなんですよ。もうだからそうなんですよ。そうですね、いや今年は僕は本当強いんで、僕は本当に応援した方がいいと思います。なんていうんですか、なんだろう、ゆうやゆうやとか言ってても最終的に僕が勝っちゃうんで、その言わなきゃよかったみたいな感じになっちゃう。ゆうやひなたとか言ってても最終的に俺になっちゃうんで、周りの空気とかちょっと違う感じになっちゃうと思うんで、会場の人ちゃんと最初から聞いた聞いたって言っておけば、はい聞いたって言っててよかったっていう感じになると思うんで、ちゃんと気取って言ってください。頑張ります。